こんにちは。スターアドベンチャラー GTI の曲軸に取り付けるポールマスターアダプターを 3D プリンターで自作しました。ポールマスターを取り付けてシャープキャップの曲軸アライメントを試してみます。スターアドベンチャラー GTI 初のカスタマイズです。高橋 EM500 で使用していたポールマスターを利用して取り付けます。本体全部カバーの曲軸望遠鏡キャップ穴を利用してポールマスターを取り付けます。 3D CAD でモデリングをして 3D プリントします。今年で10年目の 3D プリンターで造形します。部品を交換しながら使っています。プラネジを通すネジ穴のタップ切りをします。パーツをネジで固定して組み立てます。変更箇所が交換できるようにパーツを分割可能にしました。赤道儀本体のカバーを外します。石井のモーターと歯車が見えます。黒い部品はロータリーエンコーダーでしょうか。石井クラッチの仕組みもよくわかります。ホームギアの上にバックラッシュ調整のネジがあります。カバーにアダプターを固定します。カバー裏側の形状に合わせてパーツを作りました。アダプターの取り付けができました。本体カバーも樹脂製なのでとても軽いです。ポールマスターの取り付けアダプターは高橋 EM400-500 用のアダプターに合わせたので少し大きめの作りとなりました。高橋用アダプターのネジ部分にプラネジで固定します。スターアドベンチャラー GTI に取り付けるとポールマスターが大きく見えますね。プラネジが長いので短くカットしました。付属のキャップがあるので不使用時は蓋をします。朝方晴れていたので曲軸アライメントを試します。赤道儀の曲軸スケールに北極星を導入します。ポールマスターをセットします。ポールマスターをシャープキャップに接続して
極軸アライメントを行います。ドライバーなしでもポールマスターが認識しました。サポートがされているようです。極軸アライメントの指示に従って北極星を認識します。プレートソルブ機能で北極星の位置を自動認識しました。ポールマスターの焦点距離25ミリで問題なく使用ができそうです。設計軸を回転する指示に従って設計ボタンを微動で回します。雪がちらついてきました。寒いです。矢印の位置に向かうように仰角と方位角を調整します。北極星が近づくと平行線が出るので合わせていきます。グッドの表示が出てきました。何気にすごい機能です。ズームで拡大して精度を上げていきます。エクセレントが出ました。操作はこれで完了です。ポールマスターを使用したシャープキャップの極軸アライメントの操作はとても簡単でした。ポールマスターの利用の幅がさらに広がりました。時刻は夜明け前の4時30分頃です。夜明け前に乙女座銀河団付近を見てみます。M86 を中心に撮影しました。マルカリアンチェーンの銀河が密集しています。白明の空になってきました。まもなく夜明けです。